なんかおもろいやこの絵で配信ずっといけるじゃないですか。なあおもろいやん。裏方三重師この3人が選ぶ今日は。そう今日俺に言わせろと。はい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 、はい、ちょっと楽しみやな。そうなんですよ。なんでもう皆さんに選んでもらってかつコメントもいただいてます、うん、おはい。なるほど。もうなんでこの回が印象深かったかっていう。はいはいはい、はい、ちょっともう、 そうなんです。軽く知りたいわ俺も。先走る先走り汁が軽くなんかこう台本とか見たいんやけど。見たいえ見たいの。じゃあ逆にあの、はい、皆さんどんな。そうですね、うん、ちょっとコメントでコメントで見たい、ね。はい、このその予想というか、はい、うん、1位なんだろう。あ、そうですね、白畑一子さんとか、はい、だってもうだって4月の、はい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 、4月5月ですよ。一穂さんなんてもう、そうなん、そんな前なんですよ。俺の中ではすっごい面白かったあの回入ってるから。あの白鸚記黎明録とかですね、はあはあ、あの漢字が入ってる。そう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 、漢字が読めなかった回とか、はあはあ、それこそ僕とあの一穂さんが平井さん抜きでやるっていう。あ、そんなあったっけ。ありました、ありました、ありました。そういうこともやってたりするんですよ結構ね。スーピコ1年振り返ると。白鸚記の回ね。白鸚記、はあ、俺が初登場のハード当て回衛星中継ね。あ、そうそうそう、ありましたね。一歩の案件山足にあった。嫁ざり会ね。あ、嫁ざり会も最近ですもんね。あ、そう、嫁ざり会は、あの嫁ざり会っていうか僕が嫁ざりって呼び捨てちゃいけないんですよ。嫁ざりさん会は YouTube に今アップロードされました。アーカイブはこの間あのゆるピコも。あ、でもゆるピコはカウントされてないです今回。あ、ゆるピコはカウントされてないの。ゆるピコとあとヘイピコはカウントしてないです。なるほど、あれ特殊すぎるんで。強膜、はい、と広告祭り会。広告祭り会もあります。台風の時。そうそう、野球券やっぱ結構あるね山本翔馬の会のゆるピコね。ああ、いいっすね。野球券、マラソン。マラソンもありましたね。でも僕もどうしてもダブルドラゴン。いいっすか、言ってもいいっすか。あ、コンコン、やっぱレイヤース会が最高だったなっていうやってねえ。やってねえ。やってねえから。あ、 PT の会。あ、 PT の会。そうですね。なんせだって僕らの50回記念って言っといて、ああ何やんのかなって多分皆さんすごい期待されたと思うんですけど、はい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 、ホラーゲームやりましたからあったな。あ、そうそう、去年の配信はカウントしてません。今年2014年入ってからです。2014年を振り返る年末スペシャルね、はい、そう、はいはいはい。でもそれで言うと、もうあの僕今回ランキングはしてないんで、はあはあはあ、僕からも言っていいですか。もちろんもちろん。今いっぱい皆さんからコメントもいただいたんですけど、はいはいはい、あのなんだかんだ言って多分あの最近見られてる方は、あ、そうそう、山梨見ますとめっちゃ面白かったですよ。ちょっと待って、前後忘れた。そこだけしか覚えてなくって、なんか言い始めたんやっけ。なんか言い始めたんですよね。なんか山梨見ますか、誰かが言ったり、言ったんですよね、はい、先森の歌を。でその後結局、あ、その後覚えてます。あれですよ、探し物は何ですかって、見つけにくいものですかってなってたんですよね。なんか断片しか覚えてないな。そうそう、平井さんがハード当てる回で、ね、3万円事件って何を知らん。3万円事件はあれですよあれですよ、僕ですよ。京マフの。京マフの何。京マフで、あの京マフで普通にスーピコ配信したら、あの普通に通信費が3万円請求が来たってやつな。あったあったあったなるほど。そうなんですよ、はい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 。いやでも、あ、そう、次の FF はいつ出ますかから山足にますから。あ、そうだそうだそうです、そうです、そうです、そうです。質問どんどん流れてったんですよ。次の FF はいつ出ますか。そう、なんかいろいろなんかそういう感じの質問になってって、うん、それで山足にますかってなった時にもう一気に流れが変わったんです。あー、そうなんや、はい、それを拾って流れが変わったんやな。なかったんです。面白かったんですね。あ、ナンパね、ナンパね早めのバルスね超懐かしいですね。いや、でもそれで2014年の初めから振り返ると、はあ、僕まだいないんですね。出てないんですよ。え、どういうこと。あの、なんですか、カメラに映ってないんです。あ、そうなん。声は出してるんですけど、振り返ると2014年13年の12月にあの GTA 始めてるんですけど、ああラライダーやってて、その時にコメント読む人だったんですよ僕。へえ。それこそそこら辺の机でコメント読んでたんですよ僕。へえ。平井さんこんなの来てますよ。なるほどなるほど。差し込む人やったわけな、はい、ああ。で声ちっちゃいとか、ああお前誰やねんっていうツッコミを何度かいただきつつ、ああそしたら原田さんが、あの砂川さんマイクつけた方がいいんじゃないですかっつって、ね、マイクつけてくださって、で声でずっと出てたんです。あ、声の出演が最初あった。そう、声をずっとやってて、それこそが4月ぐらいっすよ。
へえ、じゃあもう言ってもまあまあ。そう、最近なんですよ。で、それまで平井さんは女と思われてたの。ああ、そうだ、声がそうだ、女の人かどうですかっていうの出てました、何回も。そうそうそう、女の人じゃないかっていう話ありました。懐かしいっすね。春前、誰だよってなったんだねと。はい、そうですよ。女説。女説。結構皆さん、本当に昔から見られてますね。交際とか定着してるっていうか、飽きずにもうよくも、まあすいません。ありがとうございます。そうなんですよ。それで、ちょこっとずつ出るようになったんですけど、それまでじゃあ何やどういう配信してたかって言って振り返ると、前史前史ね。そう、まあ、これゲームカセットだとするじゃないですか、 CD とかだとするじゃないですか。まず平井さんがこんな感じで今日はこれやりますみたいな。はいはい、こんなやってた。そうで、テンションもこんな高くないんですよ。ああ、平井さんの普通のトーンで今日こんなえカメラどこ、もう普通のテンションで、せやなみたいな感じで、今日コールオブデューティーやろうと思うねみたいな、このテンションで喋ってんす。しっとりしっとり。へー、それがスタートなんですよ。へー。でゲストとか、それこそいちほさんとか来るようになったり、僕隣に座るようになって、ちょっとずつ今のテンションなんす。へー、今ゲームやりましょうよみたいな。なるほど。ポカリスいつから説。あ、ポカリスいつからっすかね。結構初めポカリとアクエリアス合体だったんですよね。去年の11月の段階で、はい、ポカエリアスっていうのをやってた。ああ、そうだ。僕がよポカリとアクエリアスをいつも両方買ってきてて。それなんでなん、そもそも。なんとなくやったよ、ポカリスな。そう、なんとなくポカリとアクエリアスだったんですよ。なんかスポーツ飲料っぽいから、なるほど、喋ってていい感じかなみたいな、うん、それがずっとそのうちポカリしか飲まなくなって。なるほど。そう、ポカリスみたいな。歴史ありやな。歴史ありなんですよ。へえ、な、流れに内緒で。あ、そうそうそう、僕に内緒で配信した回があるんですよ。僕後で気づいてきたんですけど、へお昼に急に平井さんが原田さんに連絡して、今からありましたよね。そんなのあったん。3なんか3月か4月か4月ですか。そうで、急に平井が立ち身に飛ばされた回があるの。4月11日。めちゃくちゃやん。いや、だってそうそう、ヘリシコ誕生した時です。へえ。で、僕そのヘリシコとかを普通にニコ生、立ち身が一緒やったん。ちょっとおもろいね、やっぱり。面白いんですよ。で、なんかニコ生の設定しようと思ってみたら、配信中ってなってて、え、そんなバカなと思ってみたら、平井さんが普通に GTA やってたんですよね。一般の赤でコメント見てて、はい、立ち見に飛ばされたと。じゃあいろいろあるんやな。そうなんですよ。いつも僕のアカウントがプレミアムアカウントなんで、そっちでやってるんで。あ、平井さんからメッセージ出ましたよ。はい、なんで出ました？犯人。はい。出ます。ちょっと待てよ、犯に出ますだったら、あれっすね、多分タクシーで来たとして50分か下手50分ぐらいかな、早くて。オッケー、やろう。やりましょう。もう進めますか。先に広告を。あ、そうですね。じゃあこれはもうキヨピさんやりますか。キヨピさんやってくださいよ。だってもう、ちょっといただきます。俺あんなに高めれるかな、俺。言うても芸人さんよ、あの人。いやいや、清美さん。え？大丈夫です。もうキャラクターがいけてますから。すごいあれ。練習します？ MP 使うらしいから。メガネ張りの。え？ちゃんと紹介。あ、そうなんです。なっけ？これ、先週のポイント、ちょっと待って、入りきらないぐらい、そう、見えますかね？はあはあはあ、入りくれないぐらいあるんですけど、なんとすごい、ね、21,500 ポイントいただいてます。21,500 ポイント。すごいな。だってもうスーピコ大賞の賞埋まってますから。ポコ社長すごいやん。ポコ社長は2,900ポイントくださったんですよ。すごい。マキさんもいつももらってるし、はい、ランさんもそうよね。そうなんです。もう現在発行してるんです。そう、ハッピー。これはキヨピさんの誕生日っていう話。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。だから歯抜けのおっさんとかもあるんですよ。歯抜けのおっさんもらっとるね。ああ、本当や。そうなんです。いっぱいいただいてるんですよ。あ、でも本当、あのご新規さんも、助監督さん、井村さん、核弾頭いつも常連の、はい、小川製作所、ベルモさん、海江田万里さん、ありがとうございます。いろんな方から。はい、東京一区ありがとうございます。
お忙しい中ありがとうございます。サイコロさん、はい、カナリアさん、OGPG さん、そう結構ね、ドロンコさん、すごいっすよね。キンキマコさん、クーランさん、ドロンコさん、現在発行中さん、もういつもすごいね。これが21,100ポイント。21,500ポイント。21,500ポイント。やばい、はい、これちょっと。キヨミさん来ましたよ、出番が。やばい。今日一番の見せ場ですよ。やばいな、ちょっと待って。はい。降りてこい、降りてこい、降りてこい。でもあれは神よ。何の神？何の神か分かんないですけど。何の神か分かんないけど。あのコメント的には揉んでるよねそれっていう。え？いやこれ揉んでるよね。よう分からんけどこう。あアップアップ川さん。今日の芸人さんやからな。そうですね。ちょっと待って。行くだ。緊張しますね。行くだ。文言だけ21,500ポイントだけでした。オッケー。はい。じゃあ行きます。はい。お願いします。21,500ポイント。いただきました。あっぱれってきてますね。あぐったり見て、ちょっと汗かいてる。ほら、本当だ。汗かいてる。汗かいてる。これ MP ってやっぱすごいよ平井さん。いやーそうっすね。だってもう僕もよくわかんないまま汗かいてますもん今。汗かいてるもん。隣で見てて汗かいてる。これ吹き出す汗。すごいね、今のは言ったでしょ。いやおもろいわ来てますよ、おもろいわ。言ったでしょ、今のは届いたでしょ。よくやった、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、もう働きましたから、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いやもう、はい、行きましょうか。はい、あ、そうですね。でですね、なんと、うん、今日はですね、スーピコ始まって以来、すごい、初めて、ね、初めての台本あります。すごいね、初めて。初めて僕だって松竹の門田広場で、それこそ平井さんが若手芸人さんと僕一緒に立ってる時、台本とかないんですかったら、そんなもんあらへんといつも通りやればええと言われてるぐらいのあれなのに、今日台本あります。超楽しみ、緊張する。ね、そんな日に平井さん何してんだっていう。いやで、はあ、じゃあちょっとこのコール言ってもらっていいですか。お、いいっすよ、平賀さん、平が俺ね、とりあえず、はい、とりあえず、はいはいはい、じゃあ行きましょう。始めますよ、始まります。はい、今からスーピコちょっとお待たせしましたけども、それはタイトルコールいかせていただきます。はい、お願いします。はい、今回何回、55回、記念すべき55回、2014年総まとめでございますね。はい、はい、じゃあタイトルコールいかせていただきます。はい、スタッフと振り返るスーピコ大賞2014。イエーイ、イエーイ、始まりました。来た来た来た、いいですか。ございます、ありがとうございます。ということでですね、今日、番組を裏から支えてくださっている、先ほどご説明しました原田さん、藤田さん、太田さん、通称田楽、田園トリオが選ぶ俺の面白かったスーピコを見てくれという神回ベスト5をそれぞれ今日用意していただいております。